叩きとは、料理あるいは、調理法を指す言葉。現在はいくつかの異なる調理法が、叩きと呼ばれてあり、これらの間に関連性はない。精肉や生魚など、未加熱の食材を細かく切り刻んだもの。もともとは、生酢と呼ばれた料理であるが、刃物で細かく叩き切ることから、叩き生酢、叩きと呼ばれるようになり、本来の生酢は、 種として、素のものを意味する言葉へと変化していった。アジの叩き製の魚を包丁で細かく切り刻む。通常は切り身を用いるが、小魚の場合は骨や頭ごと叩く場合もある。アジ、イワシ、トビウオなどの青魚がよく用いられる。刻み方の程度は様々であり、単に細切りの刺身としたものから、 原型を止めないペースト状になるまで叩きつぶしたものまですべて一様に叩きと呼ばれる。薬味としてネギ、生姜、シソの葉、ニンニクなどが用いられる。これらの酵素を一緒に叩き込むこともある。調味料としては醤油が主に用いられる。また酢のものとする場合もある。味噌を混ぜ粘り気が出るまでよく叩いたものは なめろうと呼ばれ、千葉県の郷土料理となっている。叩いたものを氷水に取ったものは、水なますと呼ばれる。伊豆諸島の新島、敷根島では、叩いた魚に、卵と重曹を加えて混ぜ合わせ、つみれとして用いる。熱で膨らむため、味噌汁に入れたり、さつま揚げのような、叩き揚げにして食されている。アイヌ民族の伝統料理には、 鮭のひずやエラなどをたたきにし、白子とネギを混ぜて、塩で味付けをする、チタタップという料理がある。チタタップとは、アイヌ語で、チタタップという意味である。現在の日本ではあまり一般的ではないが、ナマスは、本来生肉を細かく刻んだ料理を意味する。前述のチタタップや、タルタルステーキ、ユッケなどはたたきナマスに属する料理である。 山菜を細かく切り刻んだものを叩きと称する例もある。特に水を叩きにしたものは、秋田県や岩手県などの郷土料理として知られている。柵に取った魚やブロック状の肉塊に串を打ち、炭火などで炙る。あるいは鉄板などで焼き付ける。表面を軽く焼く程度に留め、中までは火を通さない。これを素早く冷やした後に切り分け。 薬味や調味料をつけて食べる。直火と湯煎の差はあるが、半生の状態という意味では湯引きに類似した調理法である。なお、この調理法における叩きの語の由来については、魚肉にあらかじめ使用する際に、包丁の腹や手のひらで叩き、あるいは焼いた食材に薬味をまぶして、包丁の腹や手のひらで叩いたことに由来するという説などがある。 カツオのたたき鰹が最もポピュラーだが、マグロやサバ、ウツボなどが用いられる例もある。表面を炙ることにより香ばしさが付加され、また水分が減ることで食感が向上し味が濃厚になり、さらには、殺菌効果も期待できる。カツオのたたきは、高知県が本場として有名であるが、九州、紀州、遠州など鰹節の産地でも見られる調理法である。 市販品の中には、焼く代わりに湯通ししたものもある。食べる際には、生姜、ニンニク、大根おろし、ネギなどが薬味として用いられ、すだちなどの柑橘類の汁で酸味をつけた、醤油タレやポン酢をつけることが多い。生食が可能な牛肉が、よく使用される。ローストビーフと混同されることもあるが、ローストビーフが赤いのはオーブンによる。 低温調時間調理のためで、叩きとは異なり実際には内部まで熱が通っている。牛肉以外では、馬肉や鶏のささみ、胸肉なども使用される。なおこれら生肉はカンピロバクターに汚染されている恐れがあり、十分な注意が必要である。叩きごぼうごぼうや、きゅうりなどを棒で叩き割って、組織を崩し、 食べやすくしたものも、叩きと呼ばれることがある。また、肉や魚にくず粉をまぶして茹でる調理法を、くず叩きと呼ぶ。ありがとうございます。